皆さんこんにちは、ぐっちふふです。今日は僕がね、この間のレシピをね、こういろいろ考えていて、いいレシピが思いつきました。それをぜひご紹介したいと思います。で、何をやるかっていうと、皆さん福神漬け、一度はね、こう食べたことがあるんじゃないかと思うんですが、カレーにね、横にこう添えたりするお漬物です。で、これを冷蔵庫余ってて、でこれどうやって食べたら美味しくなるかなっていうのをすごい考えてたんですけど、カレー粉とね一緒にチャーハンにしちゃえば、福神漬けに混ざってるチャーハンでカレー味、もうカレーじゃんと、ぜひ皆さんに知ってもらいたいなと思ったので、ぜひ今回作ってみようと思います。材料を紹介していきましょうか。でね、まずね、今回の主役である福神漬け、なかなかね、こう主役になる機会はないんですけど、ぜひ今回光が当たったのでぜひ伝えたいと思います。で、これひき肉です。でも豚肉のひき肉使ってます。でも鶏肉でも大丈夫です。 100g です。そしてこれね、ネギ、僕大好きなネギたくさんあります。ネギ小口切りにしてます。卵1個、そんであとご飯がね、ちょっと多いかな、ちょっとね残ってたご飯があります。400g ぐらいで、調味料周りがだいたいね、カレー粉と、あとこう鶏ガラスープの素と、こう醤油ね、あとお酒、そしてあとね、炒め油はごま油使ってます。で、これ、塩コショウかな、というところで作っていきたいと思います。調理していきたいと思います。まずね、下味結構僕大事にしていて、この塩コショウしていきます。コショウね。で、今回ブラックペッパー使ってるんですけど、チャーハン結構ホワイトペッパーですごい相性いいので、ホワイトペッパーでやってももちろん大丈夫です。で、これお酒軽くね、シャーッとこれもよく混ぜまして、で、これで下味は OK です。福神漬けね、結構何杯もカレー食べてもね、ちょっと残ってるのかなと思うんですけど、うちではね、だいたい半分ぐらい残ってることが多いので、なので今回これ半分ぐらい使います。そしてこれ卵ね、卵も事前に溶いておきましょう。今日材料はすごくシンプルに、ひき肉と福神漬け、そしてネギと卵が今回のメインの食材です。さあ、早速じゃあフライパンで炒めたいと思います。じゃあそしたらまずごま油ね、入れていきます。だいたい大さじ1ぐらいで、ひき肉入れていきます。ひき肉ね、しっかり塩コショウをしてあげると、ひき肉自体もね、全体的に味がすごくグッと締まって美味しくなるので、ぜひ必ずしてみてください。はい。で、ここでだいたいね、色が変わってきたところで調味料入れていきます。カレー粉が大さじ1/2。はい。これ全体になじむように、カレーのそぼろ作っていきます。カレー粉ね、結構油とね、すごく相性がいいので、ぜひしっかり炒めてあげるだけで香りがグッと引き立つので、ここではしっかり炒めていきます。こう炒めていくと、全体的にちょっとこの油がトロトロっていうかな、してきたかなというところで、ご飯入れていきます。はい、ご飯入れます。チャーハンなんでね、そんな難しいことは特に今回しないんですけど、木べらに変更して、こうね、チャーハンね、こうしっかりこう切るようにねしていくと、全体的にね、パラパラに仕上がりやすくなります。で、チャーハンがね、なかなかこうパラパラになりづらいんだよねっていう方がもしいらっしゃったら、少しね、強火でチャーハン炒めてあげると、よりね、パラパラになりやすくなるので、強火でやってあげてください。僕も今、中火と強火の間ぐらい、今炒めてます。で、チャーハンは焼き飯なので、こうね、焼き付けるように、ちょっとこう、僕は置くようにしてます。全体的にじゃあこんな感じで炒まってきたよってところで、味付けしていきます。鶏ガラの素、鶏ガラの素小さじ1です。醤油大さじ1/2です。よく混ぜる。で、僕もよくやるんですけど、だいたい半分に寄せてここで入れていきます。今日の主役、福神漬け。で、これ、ね、ちょっとこう炒めながら、で、合わせていきます。で、混ざったところで卵、ここ半分のところに入れます。ちょっとチャーハンの作り方はいろいろ皆さんあるんですけど、僕は作るときはこうやってこっち側でこうガシャガシャやって、
はい、こんな感じに、ね、なったところで、ここでなんかこう全体的に混ぜ合わせるって感じかな。もちろん、ね、最初にご飯に合わせて卵と一緒にこう混ぜてから焼きつけることもあるんですけど、このパターンはね、全体がこう馴染むように混ぜていきます、はい、そして最後緑青ネギを小口に足します。ダダッと、いいっすね、いい色。 OK 完成。ちょっと味見しよう。うん、おいしい。ちょっとだけね、塩コショウでお好みの味に整えてと。おい、完成。チャーハン盛り付けていきます。ほい、ごっと、まあ、大胆にね。でこれでもうまるでカレーライス、美味しいチャーハンの完成ですということで、割とこうあっという間に5分10分かかってないかな、とりあえずさっと作ることができました。で今回ね、あの福神漬けがなんと主役になってます。じゃあ早速いただきたいと思います。いや、いいですね。匂いはもう本当にカレーですね、これはね。よいしょ、じゃあいただきます。うん、めちゃめちゃうまい。なんか食べてもらうと分かるんですけど、カレーチャーハンに福神漬けが入ってるんですけど、ほんとね、食べた瞬間カレーを食べてるようなやっぱ感覚になるのと、食材がね、今回あの福神漬け使ってるので、すごくね、あのチャーハンとかだとあんまりないようなこうシャキシャキしたような感覚があるのも食感が楽しめて、僕はすごく気に入っているチャーハンです。めちゃめちゃ美味しいです。食べますか。食べますか。すごい子供とか喜びそうな味ですね。うん、そうですね、うん、いつもなんか冷蔵庫に福神漬けがこうタッパーとかに入ってて、なんかちょっと残っててどうするんだみたいなの、多分結構皆さん思われてて、もしかしたら捨てちゃう方もね、もしかしているのかもしれないんですけど、僕らのうちでは結構僕おつまみに福神漬けなんか食べて酒飲むんですけど、ので何かできないかなと思ってはずっといたので、やっとこの福神漬け会っていうのがあるとしたら、福神漬け会がね、こうおーついに来たぞみたいなチャーハンがこう生まれたんじゃないかなと思うので、ぜひ作ってみてください。ということで今日は福神漬けで作る美味しいカレーチャーハンを作りました。美味しそうだなと思った方はぜひいいねと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで皆さんぜひ作ってみてください。ありがとうございます。